皆さんこんにちは,にちはえっと青木優と言います僕は今日本に来る外国人観光客向けのウェブメディアの会社を経営しています今日お話ししたい内容は現体験にこそ価値があるという言葉についてお話しさせてくださいまあ、これは自分がま大事にしている考えなんですけれど今の時代ってすごいいろんな情報に溢れていてスマートフォンがあることでどこでも情報を得ることができて どここででも発信するるるとととがき情報にあふれてる時代だと思いますそんな時代だと、まあ、よくあるのが言ってもいないんですけどなんか聞いただけで分かった気になってしまうそういったことたくさんあるなと感じています僕はこんな時代だからこそ自分の体験を軸にする生き方そういったことが大事になるのかなと考えてますそれの理由としては人は体験によって今が作られるからだと思っているからです 一つ一つの選択、日々いろんな選択や決断を人はしているんですけれど、まあ、その体験の決断の軸としているのって、誰かが聞いた情報っていうのももちろんあるんですけれど、自分がそれが大事だとか、自分が,それ,がたいそれを体験した情報っていうことが多いと考えてます。僕は明治の国際日本学部という大学に入学して卒業しました。この学部はちょっと変わっていて、日本の漫画とかアニメとかファッションとか、 日本の伝統工芸とか日本語とか日本の文化っていうものを学問として学んで世界に発信できる人を増やそうそういったコンセプトの学部だったんですねでまあそういった学部だったんで日本に対しての関心がどんどん高まっていったんですけどとある教授が日本の文化は世界で流行ってるけれど日本人がそこでビジネスできてないそんな話をしてたんですねで僕はそれを聞いた時チャンスだと思ったんですいい切り口だなと思って というのは、自分はその時世界一周に行くって決めていて、将来独立するって決めていたんです。なので、これから海外を回っていくにあたって、日本のものがどう受け入れられているか見ながら旅をしよう。そういうふうに思って、実際に世界一周に行きました。で、行った期間としては2011年6月から7ヶ月間ほど1年休学をして、あの、回りました。で、いろんな体験をしたんですけれども、例えば、あの、真ん中の写真、これはお寿司なんですけれど、 多分よく見ると分かると思うんですけどおにぎりみたいにパッケージされてるんですよねでこれはイギリスのロンドンでやってるわサビっていうお店で僕が行った時はあの4店舗ぐらいだったんですけれど5年後に今もう20店舗以上拡大してるお店になってます実際行ってみて、まあ、全然おいしくなかったんですけれど、まあ、そこにいろんな人の行列ができたりしていてあこういう風に日本のものって外に発信されてるんだなとか それね、一個下の写真で、これはイタリアのルッカというイベントなんですけれど、あの、コミックあのゲームフェスティバルっていう体で、世界中のコミックとゲームを展示するようなイベントなんですね。で、まあ実際4日間で20万人ぐらい来るイベントなんですけど、実際行ってみると、世界のっていうふうに名誉を売ってるにも関わらず、置いてある漫画、コミックの7割日本の漫画だったりしました。でもそこになかなか日本人がビジネスできてなかったりとか、そういったことを旅を通じて、 感じたんで,す、ね、でまあそういう世界一を得て僕が思ったのはこの領域で何か挑戦していきたいなって思,って思いましたで同時に思ったのは自分は日本ってどんな国なのとか東京以外に何が面白いのとか聞かれた際に全然答えられない自分がいましたなので大学に戻ってそこから日本を巡る旅っていうのを、まあ、大学の休みの期間だったりとか使って回りました で実際いろんなところを回ったんですけれど地域地域に良さってたくさんあったんですねただそういった良さっていうものを僕自身知らなかったで同時にいろいろ回って話を聞いて思ったのがその地域の良さっていうものが今どんどんなくなってると例えば日本の酒蔵を例にすると30年前は3200か所あったのが今は1000か所ぐらいと言われてますでそれは東京にも言えて僕は銭湯がすごい好きなんですけど2020 2000年の頃は 2000, 2000個ぐらいあった あの線とか今600か所になってるっていう話をこの間聞きました日本のいい文化ってたくさんあるんですけれどそれを知られないがゆえになくなってるっていうのをあの実際痛感したんですねでそんな時に何かしたいなって考えた際にとある経営者がこんなことを言ってました自分がやりたいこととこれからの時代が交わる点を仕事にした方がいいそんなことを言われたんですねで自分がやりたいことって何かっていうと 自分が好きなことですで自分が好きなことって何かというと追求したりりとかやりきれることなんですねでこれからの時代って何かというとこれから伸びていくことです伸びていくって何かというと挑戦できたりいろんなチャンスがある領域のことを言いますこれらが重なる点を仕事にした方が絶対いいよって言われたんですねで僕にとってそれって何だったかっていうとやりたいことっていうのは日本のことを世界に発信していくそれによって残していくことをやりたいなと思いました でこれからの時代って何かなって思った時にちょうど会社を作るって決めた年ですねオリンピックは決まりました2020年これから日本全体がそこに対しての機運が高まっていくだろうとで同時に今旅行時代と言われていて LCC が普及してきたことによってどんどん移動しやすくなってるんですね東京から大阪の往復よりも東京から台湾の往復の方が安いそんな時代に今なってますでアジアがどんどん成長していくによってことによって そこからの人の動きとかも増えていくと。そういったことが分かっていたので、これらが重なるところを仕事にしたいなと思いました。で、実際2013年の12月3日、今から4年前ですね、3年と3ヶ月前にあの会社を作りました。で、その2ヶ月後に抹茶というメディアを立ち上げました。今も続けていて、会社のメンバーの4割ぐらいが外国籍のような、そんな会社になっています。で、 で、何がきっかけだったかというところで言うと、あの、いろんなきっかけがあって、これが一つがすごい影響を与えたっていうこと、当然あるんですけど、それが決定的だったってことってあまりないんですよね。一つ一つの体験の積み重ねが、今の自分を作ってるなと感じています。ただ、その中で自分の中で意識してきたこと、これをやってよかったことっていうのが一つあって、それを皆さんに共有させてください。それが、人生でやりたい100のリストというものです。 ここにいる方でもしかしたら作られてる方っていらっしゃるかもしれないんですけれど、僕はこれを5年前に作って、あの、それは自分にとってすごい良かったなと思ってます。これって何かっていうと、自分がやりたいことっていうのも紙でもいいですし、パソコンでもいいので、100個書き出してみるっていうことです。で、実はこれすごい大変で、自分も100個作るまで、だいたい1週間ぐらいかかりました。最初40個ぐらいは出るんですけど、そこからなかなか出ない。あれ、自分がやりたいことってなんだろうって、最初わかんなくなるぐらい出なかったんですね。 で、いざ100個を出し切ると、あ、こういうことをやりたかったんだって気づくことができました。人ってやっぱり忘れてしまうものなので、それをどこでも見える状態にしようと思って、自分はこれをブログ自分のブログに貼り出したんですね。で、結果としてどうなったかというと、100個を達成しました。で、これは4年前に、あ、違う1年前に達成したんですけれど、でも100個達成した時にやりたいことって実は、 もうう350個ぐらいい出ていてそのうちの100個達成したっていう形ですちょうど昨日見てみたら107個やっていました。で、まあ、何をやったかっていくつかあるんですけど例えばもう今の自分からしてみたら当たり前なことなんですけど MacBookAir を買ったっていうのがありました。それによってあの外でも仕事をできる習慣になって仕事に触れる時間が増えたりあと世界一周前にカメラを買ったんですね。 カメラが欲しい、一眼レフが欲しいなと思って、なかなか買う機会がなかったんですけど、旅前に買おうと思って、6万ぐらいかけて買いました。で、それによって写真を撮るのが好きになったり、人に伝えることが写真を通じてできるようになったり、またこの写真はいい写真がどうかとか、そういった判断もできるようになりました。これは最初のバックパッカーの旅行です。大学3年の時に夏休み、2週間ほど海外を旅しました。 最初タイカンボジアマレーシアに3か国ですね2週間かけて一人旅をしたんですけどここでの経験が結果として世界一の旅につながりますこれは最後サンフランシスコから羽田に向かう便の写真ですで僕はその抹茶っていうメディアを作ったんですけれどそのメディアを作ったきっかけっていうのもブログが始まりだったんですね自分がブログを始めたことで それによって、まあ、多くの人が見てくれたんです。で、見てくれたことによって誰かがアクションしてくれました。で、それが自分に返ってきたっていう経験があったんですね。で、それを何か社会化できないかなっていうふうに考えた際に、まあ、メディアをやるというふうにやって、抹茶というメディアを作りました。奥のやつが一番最初の時のデザインで、目の前のが最近のデザインです。だいぶ変わりました。これは、あこれも4年前ですね。 一時期カウチサーフィンっていうもので外国の人を受け入れてたんですけれどその時にイスラエルの人があのイス,ライスラエル人の同い年の子がうちに訪ねてきましたで実際に明日どうしようかなどこ行こうかなっていう声をもらったんですねっていう際に調べててもなかなか日本の情報で当時全然なかったんです英語でで自分はここがいいよここがいいよここがいいよっていうことをお勧めしてでそこがなんだろうな今目の前に課題があって 自分がやりたいことい、今やってることにつながってるかなと考えてます。で、これは最近の会社です。会社を,つく会社を作るっていうことも自分でやりたいことの一つだったんですけど、会社を作ったことでやりたいことがどんどん増えていったんですね。まあ、例えばオフィスをもう少し大きくしたいとか、今、トイレが1つしかないんですけど、2つ作りたいとか、あとは卓球台を置けるようにしたい、卓球台が欲しいですっていうふうに書いたら、実際に卓球台が知り合いから送られてきたりして。 で会社のメンバーをもっと増やしたいというよりいいメンバーをもっと集めたいって思っていたことで気づいたら12 14人の会社になったりなんかそんなことがあの何か一つをやったことによって起きましたでそこで自分が感じるのは自分がやりたいことっていうのは自分の体験からしか生まれないなと思うんですね例えば本も読んだことがなくて文章を書いたことがない人が小説家になりたいかって絶対ならないと思うんですよね やっぱり人っていうのは自分が体験したこと、ちょっと面白そうだなと思って触れて、良かったことが結果としてやりたいことにつながっていく。そういうふうに思ってます。なので体験が連鎖していくと。で、これは自分自身に対して連鎖していく場合もあるんですね。会社を作ったことによってこれをやりたくなったとかもあるんですけれど、それは同時に人に対して連鎖することっていうのもあります。自分が体験して良かったことって、やっぱ人に話すんですよ。これすごい良かったとか、 これ本当におすすめだよよって話すんですよねそうするとこの10人に1人ぐらい実際にそれをやってくれたりするんですよでその人がいい体験をするとそれをまた誰かに伝えたりしますなのでいい体験だったりとかっていうのはどんどん連鎖していくっていうことがあるなと思っていますでこれは最近すごい考えることなんですけれど今自分たちがやってる訪日メディアまあメディアなんですけど正解も不正解もないんですよね それはいろんな分野でも言えるなと思っていて、で、何か新しいことを始めると、絶対トラブルって起きるんですよ。何か邪魔が起きる。いろんな問題が起きてしまうんですよ。で、そういう時に、ああ、辛いなとか、大変だなって思うことがあるんですけれど、そこで大事なのは、やり抜いていくことなんですよね。で、やり抜いていく上で大事になるのが、自分の中で確信を持てるかどうかっていうことが大事だと思ってます。これは正しいっていうふうに決めてやっていくかどうか。 僕はそれのキーっていうのは自分自身の体験、現体験にあると思っています。最後になるんですけれど、僕はこれからの時代に二極化していくと思っています。これからどんどん VR だったり AI だったりとか、テクノロジーが進化していって、自分への情報ってもっと増えていくんですよね。で、その情報だけで満足しやすくなってしまう時代になると思います。で、なので一つが情報で、 満足してしてまう人で2つ目は自分の体験を軸に何かを語って何かを実行していく人そういうふうに二極化していく時代になると思ってます僕はその一人一人の,その体験一つ一つの体験ってものが新しい何かにつながっていくそう思うとこの価値観を持っていくだけで全然変わっていくものってあるかなと思ってますでここにいる方で何か踏み出せないとかこれやりたいけどやれないとか興味あるなけどやってないとか っていう人っていると思うんですよね。そういった人はぜひその思いをぜひ形にしてもらいたいです。で、それを体験に変えてもらいたいです。で、それによって自分自身前に進むこともあると思いますし、その自分自身のま一歩が誰かの一歩に繋がっていくそんなことが起きていくと思います。自分からのあのプレゼンは以上になります。はい、ご清聴ありがとうございました。